さん、落ち着いて聞いてください。私はとんでもないものを見てしまいました。それがこの恐怖のノートです。ここには夫、船越英一郎の不貞の情報や、私の財産を不倫相手と一緒に奪い取ろうとしている計画まで練られていました。私は今とても危険な状態で、実を言うと1年5ヶ月も尾行され続けているんです。だからこうして惨めな逃亡生活も。誰にもこの場所は伝えていません。こういった投稿がなくなれば、私に何かあったと思ってください。カズよ、なんだってこんな暴走を。やっぱりあの剣がお前をそうさせたのか。松井棒などを駆使したお掃除術や料理術などでママタレとして一世を風靡した松井和代、そしてその配偶者たる俳優船越英一郎。彼は松井にとって前夫による度重なる浮気と借金によって離婚した後にできた最愛の夫だった。お二人は芸能界きってのおしどり夫婦と呼ばれていますが、何か特別な理由はあるのでしょうか。そうですね。もともと私たちの結婚は栄一郎さんの両親がとても反対されていたんですよ。けれどお父さんの死をきっかけに栄一郎さんがお母さんとの仲を取り持ってくれて、おかげで亡くなるまでとても仲良くさせていただきました。それからですね、夫とより深く関係が結ばれたのは、悲劇を乗り越えて私たちは確かな絆を手に入れたんです。まあ彼女かなり共済家で参りますけどね。お小遣いなんて3万円しか持たせてくれないんですよ。いいでしょう、別に浮気防止のためです。深いエピソードと共済家という笑いネタのエピソードを交えて繰り広げられる仲睦まじい様子。けれど実際の松井の愛はとてつもなく重く、そして何も笑えなかった。ちょっと、それ僕の携帯でしょ、なんで煮込んでんの。女性とのメールが保存されていたからです。浮気は許しません。浮気じゃないって、これで何回僕の携帯壊したと思ってるの。二度じゃ少ないくらいかしら。でもまあ、壊される理由を作ったあなたが悪いんですし。何もしてないだろう。過去のトラウマからか、彼女の嫉妬心と束縛は非常に激しい。1日最低5回の電話は必須で、ロケ先、共演者、着信履歴のチェックは当たり前。遅くなれば船越専用のオーディオルームのコンセントを全て切断し、ラブシーンを演じた時は怒り狂って暴行を働いたこともあったらしい。そして恐ろしいのが、船越が怒って家を出て行った時だ。逃がさないわよ。まさかの追突してまで夫の行動を止めた松井。下手すればお互い命を落としかねない尋常ならざる行為だ。あなたは私から離れられないのよ。浮気なんかしたら私は服役しますから。その他、夫のインタビュー記事も松井が気に入らなければ出版社にクレームを入れたり、プライベートルームの鍵も外されたりと、船越が休まる時間は一切ない。早朝に家事をやらされることもあり、かろうじて休めるのは彼女が寝静まった頃だけ。束縛に疲れすぎたのか、船越は別宅のマンションも購入していたが、そんなのは気休めにしか過ぎなかった。大丈夫ですか船越さん、だいぶ参っているみたいですが。ええ、まあでももう疲れちゃったよ。そして松井はさらに船越を追い詰める。それが彼女が緊急会見と題して新刊の出版記念会見を行った時だ。そういえば松井さん、夫である船越さんが2週間前に亡くなった川島さんと交際していたという噂があるのですが。ええ、事実ですよ。結婚3年目の時に彼女と夫が人生のひとときを歩んでいることを知りました。あ、そうそう、私のこの本ですが、この前手術した北斗さんのお見舞いの際にプレゼントしたんですよね。この人やべえだろ。不法に乗じてプライバシー暴露とか商品 PR とか何考えてんだ。あまりにも空気を読まぬ松井の発言。
当然と言うべきか、彼女は大顰蹙を浴び、船越もブチギレた。君は何を考えているんだ。他人をおもんぱかるということを知らないのか。うるさいわね。そんなに言うなら離婚してやるわよ。はあ？唐突な逆ギレ。しかも松井は離婚会見をする旨のファックスまで船越の事務所に送ったという。一応会見自体は行われなかったが、船越はまた振り回されることとなった。なんで僕がこんな目に。限界だよもう。そしてこれ以降、船越は家に帰ることが少なくなり、年末年始を単身ハワイで過ごしたり、帰国後に別宅マンションで過ごしていたという。これが自由なんて素晴らしいものなんだ。息子ももう独立したし、これ以上夫婦でいる意味もないな。そうしてついに離婚を考えるようになった船越。それを突きつけると1年以内に判を押すという約束が2人の間で交わされたのだが、離婚という事実が松井の心を追い詰めたのか、一向に約束が果たされる気配はなく、別宅マンションの徘徊などの奇行が目立つように。そして2017年4月19日、松井は決定的事件を起こした。和代、一体何の用だ。あなた、私今から死ぬわ。は？ちょっと待て、お前今どこにいる。教えない。1億円渡さないと死ぬし、あなたの世間のイメージを壊すわ。さようなら。和代！まさかの宣告。当然船越は焦りまくり、寝ずに松井を探していた。しかし当の本人は、ブログ更新、みんな見てね。船越さん、これ見てください。松井さんブログ更新してますよ。何もなかったのか。ほっとするのもつかの間、なんとこの直後、再び松井から死をほのめかすメッセージが船越に届くのだった。もうやめてくれ。船越さん、何度も何度も振り回され、辛労で倒れてしまった船越。ここでついに船越は離婚調停を突きつけたのだが、これにより松井の船越への愛が憎悪へと変化してしまった。ねえ、あなたなんでしょ、夫の不倫相手は。あなたの旦那を出しなさい、早く。なんですかあなた、やめてください。記者を連れ、不定の証拠をつかむべく、なんとハワイへと飛んだ松井。そこで船越の知人女性に目をつけ、その周りで人暴れしたのだ。しかもその上で知人女性の旦那の母のところにまで押しかけたという。何考えてんだあんたは。母さんはもうすぐ90歳なんだぞ、帰れ。ちょっと待って。他人のことを何も考えない松井の行動、彼らは激怒し、松井には裁判所から接近禁止令まで出されてしまった。だが松井はめげない。船越を貶めるためか、離婚成立直前にさらなる行動に打って出た。それは松井が別宅で見つけたという証拠。ただ恐ろしいのが、船越はマンションの鍵を変えていて、松井が入れるはずなかったのだ。もし彼女が起こした行動だとすれば、住居侵入罪に問われてもおかしくない。つまりそんな善悪の判断すら松井はできなくなっていたというわけだ。そんな彼女を見て、あのデヴィ夫人も苦言を呈していた。松井和代さん、あなた壊れてしまったんですか。あなたのすることや言動、世間は笑っていますよ。船越さんは財産放棄して一刻も早く離婚したいって言ってるんですよ。これ以上醜く騒ぎ立てる必要はないじゃないですか。周りを傷つけ、船越を貶め続けようとする松井。それはやがて船越サイドから名誉毀損とプライバシーの侵害で訴えられるまでに発展し、書類送検されるのだった。私は何も悪くないわ。その後はというと、船越の恩情もあり、不起訴処分となって彼女は許され、松井劇場に幕が下ろされた。重すぎる愛が引き起こしたこの騒動、結果はどうであれ、この件で松井は壊れた人扱いされるようになってしまうのだった。